はい、こんにちは、まめと申します。恨みっこつぐのひーたん2裏ルート特別編、実況プレイ続きからやっていきたいと思います。濃いですね、相変わらず。はい、ということで、さっちゃんのね、おばちゃんの息量ですね、完全に。いや、音量というか、ムドドイン生きてるからね、完全に。はい、やめて、その息遣い。とりあえずさっちゃん、終電深すぎてやばいんじゃない？死んじゃう、急げ急げ急げ、結婚させられてしまう、無理やりに。お兄ちゃんでも。怖っ。平田、あの音量は何者だ？結婚迫ってきているようだが。平田、答えてくれ。置いてきちゃった？拾った。まさか。え？え？平田くん？どうしたの？うんともすんとも言わない。お前。今俺に話しかけるな。なになに？どうしたの？急に顔がついて。あ、完全に人形のふりをしてるのか。バレるだろう。貴様、そうまでして自分だけ助かりたいのか。うおー、来たー。悪く思うなよ。俺はここでやられるわけにはいかないんだ。あら、かわいい人形持っていこうかしら、みたいになっちゃう。さて、なんでいるんだよ。裏切ってすいませんでした。貴様、平田、貴様生きて、くさ。文字通り食べられたんだね。ペロペロされたもんね。平田、なんか濡れてないか。あれは恐ろしい音量だ。早く、早く逃げるんだ、急げ。何があったんだ？とんでもない悪夢を見ましたもんね。バージンロード、バージンロード歩くことになっちゃうの？あ、もう間違えた。そうだよね。よ、でも、一人で歩こうね。二人で歩いたらね、結婚させられてしまうんで。はーい。換気口だー！急げ！おばさんこそお尻が突っかかるんじゃない？換気口。いやー、まあ、そんなうまくいきませんよね。もう、貞子よりも早く、ね、かやこさんよりも早く、ブリッジで歩いてきますから。逃げ切ったか。よかった。よくない！平田くん目線はとんでもない！はみ出してるんですね、お兄ちゃんのお兄ちゃんが。疲れてない！平田。疲れただろ。これもうお兄ちゃん多分わざとやってるよね、見せるために。この体勢のままで少し休むか。ここは安全だしな。いや、早く行ってくれ、気分が悪くなる。大丈夫か？無理するな。休むタイミングは今しかないんだぜ。いや、大丈夫ですから、早く行ってくれ。そうか、無理するなよ。なあ平田、お前に言っておきたいことがあるんだ。早く言ってくれ。絶対に生きて帰るぞ。
分かったから早く行ってくれ。もう耐えられん。何？まだ追ってくるの？ちょっとお兄ちゃん、これ見せたらおばちゃん大興奮しちゃうよ。早く逃げるんだ。はい、音量から逃げまーす。とんでもねえですね。お兄ちゃんだけでもとんでもなく濃かったのに、おばさんがまたとんでもないですね。なんでさ、行き止まり？はあ、行き止まりじゃねえか。やべえぞ、もう逃げられねえ。兄、戦うんだ。そうだよね、もう戦うしかない。どうするんだ？紐？亀甲縛りか。縄があったぞ。でかした。縄を手に入れた。よかったね、お兄ちゃん。はい、それをどうするんだ？俺に任せろ。不安しかない。来たぞ。お兄ちゃんが任せろって言ったら不安でしかない。どうするの、それを。お兄ちゃん、くらえ！シュル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 。いやん、ヘビ。今だ！なんだ？え、待って、死んじゃう、死んじゃう。死んじゃうって。どうですか？縄で首を絞められる気分は。今。一つの命が旅立とうとしている。ダーリン、どうして？私はあなたのダーリンではありません。ただの悪魔です。くっ。待って、怨霊になるんじゃない？今は生きてるけど、な、何？不穏でしかない。15まで来ちゃった。セーブしすぎ？しすぎですよね。ごめんなさい。相変わらず可愛い声出すな、お兄ちゃん。もうなんか慣れてきた。この格好。ここは、俺は誰だ？平田くんは？あ、いるね。目が覚めたか？大変なことになったぞ。外を見ろ。おばさんの巨大化とかやめてよ。え？怖いんだけど見るのが。まさかね。当たってました。巨人。ババアが巨人になった。あんな巨大な奴に勝てるわけがない。いや、たった一つだけ助かる方法がある。何？本当か？あのババアは結婚相手を探しているんだ。だから、奴の持っている結婚届にサインをすれば、おとなしくなるだろう。そうか。奴と結婚すればいいのか。なるほどな。さあ、平田くん、早くやってくれたまえ。てん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 。
てん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 。どっちがやるんだよってなるよね。誰か。お前が。は？いや、さすがの俺も。あれとは無理だ。平田、お前も男だろ？それに幽霊じゃん。幽霊同士でお似合いじゃん。それ以上、その先を喋るな。殺すぞ。無理だ。もう、絶望しかないのか。恐ろしい、恐ろしいところだった。この闇の木造校舎は。絶望するのは早いぜ。誰？あ、悪魔くんか。悪魔。そうよ。希望捨てないで。天使。貴様ら、他人事だと思って勝手なことを抜かしやがって。同じ俺ならわかるだろ。あのババアと結婚しない限り、ここから生きて帰れないんだぞ。だけど俺は、あれとは結婚したくない。仮に、この場だけ、形だけでも結婚すればいいじゃない。そうだ、今だけ騙しちまえばいいんだよ。そうすりゃ、お前は助かるんだぜ。それは、そんなことは俺だって考えたさ。そう、例えばその場限りの婚約をしたとしよう。俺が今少しでも少しでも我慢することができればこの場は乗り切れるのかもしれない。だけど俺にはそれができない。あのババアとは嘘でも無理です。もう死ぬしかないんだ。絶望だ。まだ奥の手があるぜ。え？私たちはいつもあなたと一緒だった。あなたの心にはいつも光があったわけよね。は？光ですか？そう、子供の頃のあなたは光に満ちていた。だけどあなたは思春期特有の闇が増えすぎてカオスの力が増してしまった。俺の力がちょっと強かったよな。は？光と闇はいつも一緒だった。私たちが一つになった時。ん？邪聖剣カオスカリバーは誕生する。何言ってんだこいつら、バカなの？いや、彼らは瞳の住人、俺の心に住む俺そのものなわけだ。ということは俺はバカなのか？今さらお兄ちゃん、俺はバカだったのか？え？うおー！
兄ちゃんの顔がついてる。天使と悪魔の羽がついて、光の剣。さあ、手に取って。迷ってないで、諦めないで。やられたらやり返せ。100億万倍返しにしてやろうぜ。これなら殺せる、殺せるぞ。ありがとう、俺。かっこいいシルエットはシルエットはかっこいいけど、女性剣カオスカリバーを手に入れたアンちゃんでした。なんか素敵な歌が流れてんだけど、え、何その剣、どっから出したの、股間から伸ばして取ったんだみたいな。行くぞ平田、第2ラウンド開始だ。どうなっているんだ、割れない窓ガラスが。曲が無駄に良すぎる。めっちゃいいんだけど曲が最終決戦って感じなんだけど、その剣は何なんだよ。よう、5年ぶりだな。聞けよ。この巨大な音量の弱点は首の後ろだ。巨人ですか？なぜわかるんだ？漫画で読んだ。俺にはわかる。だって漫画に書いてあったんだもん。ですよね。お前、このね、あんちゃんのね、スクミズ姿のね、微妙にもっこりしてるのがやばい気になるんだけど、駆逐してやる。そうですね、すべてを駆逐してやろうぜ。久々に見る俺はやはり美しい。だましだまし過ごしてきたが、なんかようやく幸じゃない気がするんですよ。さあ早く教頭先生。これが最初で最後のモテ期になろうとはこの時は思う。そういえば教頭先生見てないよ、この校舎で。美しい俺が映っている。うるせえ。思い出が走馬灯のようにやめろ、放送室でね。ほら、いいだね、最初は平田くんに怒られたけど格好は今でもふざけてる、変わりません。それはこのシーンはもう気分が悪くなりますよね、平田くん、かわいそうにね。え、しきこさんもいい迷惑ですよね結婚しよう、怨霊とは結婚できるのに生きてるおばさんとは結婚できないという。ロリコンだったんですね、お兄ちゃんは。笑ってなどおらぬでこさねえ、このセクシーな藤峰子ちゃんもびっくりな着替えシーン、なぜ来たんだ本当に。すくみぞ、濃いですね。そして桑原和夫さんみたいなおばさん、怖い。生きてる人間が一番怖いんです。ペロペロシーンはやばかったですね。18禁ですねこれはもう。そしてこれも18禁、お兄ちゃんのお兄ちゃんがはみ出てる、やめて怖いですねおばさんそして巨人化してしまった、思いが強すぎて、結婚したいという思いが強すぎて、じゃあ私もいつか巨人化してしまうのかな。100万倍返しにしてやろうぜ。今から漫画に書いてあったんだ。
くしてやる。どうなった？記録しまーす。もう可愛いって本当に。いちいち起きるとき。え？おばさん。襲われた？ここはどこ？私のダーリンは？書き置き？俺のことは忘れてください。お願いします。死の道から現代に帰れます。ダーリン、うち忘れへんよ。あったのか。はあ、お兄ちゃん、シャバの空気はうまいぜ。村岡、すぐに返してくれたな。ああ、土下座が効いたな。あれ、ヒロト君も来ちゃった。ヒロト、お前はどうするんだ？俺は闇の木造校舎に帰り、スタンバっておくつもりだ。これから引きずり込まれる奴らのためにな。そうか、好きにするがいい。無駄にいい体なんだよな、兄ちゃん。しかしお前はすごいな、いろんな意味で。最後に教えてくれ、お前の名を。ん？俺か？そうか、まだ名乗っていなかったな。なんか後ろ来てんだけど。ふっ、俺としたことが忘れていたぜ。いいだろう、名乗ってやる。よーく聞くがいい。疲れてるんだね、この音量に。確か、継ぐの日のなんか、出てきてた女の子でいいのかな。俺の名は、なんだ？またお前か！うおー！平田！平田！お助け！最後の最後までお兄ちゃんでした。帰ろ。はい。そして、そしてまだ続きがあった。あいつは再び旅立っていった。謎の音量とともに。おばあさん、現代の廊下でババアはむせび泣き。それを教頭が慰めていた。あのババアの恐ろしさを忘れた愚かな教頭。顔顔、一つの恋が始まったのかもしれない。俺はあんな親を持つ娘がとにかくかわいそうだと思った。お兄ちゃん、名もなき光の勇者。彼は名乗ることなく旅立ってしまった。今もどこかで命を懸けて戦っているのだろうか。はい、特別だぞ、特別裏ルート特別編。いやー、濃かったですね、本当に。
曲がさすごいいいんだけど、素敵でござる。お兄ちゃんのこれはね、目に毒でしかないですね。音量じゃないね、まあ生き量ですね。完全に生きてるもんな、おばさん。仲間に入れたくないと思ったんでしょうね、音量たちも。はい、またここでもお兄ちゃんのお兄ちゃんが大変なことにね。平田くんも大変でしたね。このシーンを何度見たことかね。頑張った頑張った、よく。はい、またな、またお兄ちゃんと会える日を楽しみにしています。はい、いやー、シアンさん、もう本当に本当に楽しかったです。ありがとうございます。はい、ということで今回で恨みっこつぐのひーたん2は全て終わりですね。はい、本編は怖くて心臓がやばかったですけど、今回は目に毒でしたね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の実況でお会いいたしましょう。ではバイチー。